おはようございます。こんにちは。こんばんは。クラリネット奏者の竹内大輔です。本日は、川島英五さんのあの曲をお届けしたいと思います。どうぞ。始まりました。竹内大輔のクラリネットバラエティ番組でございます。本日は、川島英五さんの酒と涙と男と女。この曲を演奏してみたいと思います。ぴったりな曲でございます。ぴったりというのは、私にぴったりでございます。お酒大好きですから、この曲を心を込めて演奏してみたいと思います。それでは、まずは演奏をお楽しみください。どうぞ。
ご清聴ありがとうございました。本日お届けしたのは川島英吾さんの曲で、酒と涙と男と女。いい曲でございます。もう川島英吾さんは残念ながら48歳という若さでお亡くなりになってしまいましたけれども、この曲も本当に素晴らしい曲です。実はこの曲は川島英吾さんが18歳の時に親戚が集まる法事、100人ぐらい集まっていたそうなんですけれども、そこでの様子を見て作詞されたということでございます。18歳の時にこの詩が書けるっていうのは素晴らしいですね。この曲を簡単に説明してしまうと、男はなんか辛い時があったら酒を飲み、そして、女は辛いことがあったら涙を流すということなんですけれども、ただそれだけじゃないんですね。その後にまた一つ女の方が偉く思えてきた、そして男のずるさが見えてきた。要するに男がね、酒に逃げて、まあそしてその女性はまた一つそうじゃなく偉いところがあると。だから男ってのは泣き通すことができない、だから今夜も酒を飲んで寝てしまうと。いやー、男はだから涙は見せられないんだと。かっこいい歌詞でございます。そうやってお酒を飲んで、見たいなと思います。さて、私まあもうご存知の方もいらっしゃると思いますが、もうお酒大好きでございますので、最近サントリーの各が値上げを、しまして、7月から値上げだったんですけれども、ということで私はですね、これを機に6月末にですね、各を買いまして、ちょっとお待ちください。見てください、このペットボトル各 1.92、これちょっと見てくださいね、これ 1.92 リットル。そしてこのディスペンサー、これいいですよ。これ一回これ僕買ってこうグラス注いだんですけど、全然グラス出すぎちゃって、これはダメ、なんか飲んでみたらもう現役飲んでるみたいになっちゃったから、これどうしたもんだろうなと思って調べたらですね、これちょっとそれなりにお値段はなんか何百円じゃないんですよ。これ何百円で買えるもんじゃないんですよ。ディスペンサーをですね買いまして、各ハイボールを飲んでおります。これ使い方をですね、こうちょっと皆さんにお伝え、よいしょ、あったってことです。これはこれ私これお気に入りのグラスでございまして、これ見えるかな、これトリスの絵が、ちょっとこっちが、トリスの、ね、絵が描いてあるんですね、ここに。これ見えますか、これいいですよね。これ柳原良平さんの描いた、イラスト付きの、グラスでございまして、ここにですね、ハイボール、これをですね、こうやってこれプシュッとこう入れるわけですよ。これ見えますか、これ、こうやって、いやー、これちょっと一滴二滴垂れちゃうので、これ気をつけて。これにこのもう炭酸はウィルキンソンで決まってますからね。炭酸はウィルキンソン、これ入れましたよ。今日も暑いですから、これを飲んでですね、今日も乗り越えていきたいと思います。皆さんご一緒に行きましょう。乾杯。ああ、うまい。いやー。はい、ということでございまして、本日お届けしたのは川島英吾さんの酒と涙と男と女でございます。お酒にまつわる曲っていうのもたくさんありますから、クラリネットでまたお届けできたらいいなと思っております。本日の動画良かったなと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらの画面の右側にチャンネル登録と書いてあるところをポチッと置いていただくと、私が YouTube を配信した時に連絡が届くという仕組みになっております。お金を取られることは一切ございませんので、どうぞチャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエスト等あればぜひぜひお声掛けください。
また概要欄に私の Facebook、Twitter 等のアドレス載せておりますので、何かメッセージ等あれば、リクエスト等あれば、そちらの方にご連絡ください。私クラリネットのレッスンもやっておりまして、生徒さん募集中でございます。概要欄の方にですね、私が教えている教室書いてありますので、もし興味ある方がいらっしゃったら、お問い合わせいただければと思います。それではまたお会いしましょう。お相手は竹内大輔でした。さよなら。